こんにちは、セラコアです。今回はセラコアの売上ランキングパート2ということで、この300角の床タイルの過去のデータを集計したので、ベスト10を紹介していきたいと思います。300角の床タイルって玄関やポーチに必ずと言っていいほど使われてるよね。そうだね、うちも使ってるよ。くまちゃんちもでしょ。うん、うちもこのような感じの床タイル玄関にあります。そうだね、だから毎日たくさん出荷してるし、床タイルの中でも300角のサイズが一番売れてるよね。そうだね。何種類ぐらい取り扱ってるんだっけ。17種類ぐらい商品の種類があって、その色もあるから全部で90種類ぐらい今現在取り扱ってるんですけど、新商品もどんどん入ってきてます。この中のベスト10か、だいたい想像できるでしょ。まあね、毎日出荷してるからだいたいわかるかな。さすがだね。ちょっと迷ってる人も多いと思うから参考になったらいいね。そうだね、こう絶妙な微妙な色の違いとか特徴がわかるように頑張って説明してきます。これが、こんだけですね。これがセラコアの過去1年間売上ベスト10の床タイル、300角の床タイルになります。やっぱり黒系と白系が人気だね。やっぱりだよね。私も絶対黒か白とか選ぶと思うわ。無難だしね。でもよく見たらやっぱり商品ごとにさ特徴はあるよね。そうだね。では10位から発表していきます。はい、じゃあ10位はアーレイの D64 番です。アーレイはかっこいい雰囲気だね。なんていうの、モルタル風、セメント風っていうのかな、無機質な感じの、なんかスタイリッシュな雰囲気だね。スタイリッシュ、こういう雰囲気が好きなおしゃれな部屋の人がいるよね。いるね、いるよね。男の人に多いんじゃない。ちなみにちょっとこれ持ってて、9番も9位も、9位もアーレイなんだけど、色違いで D の63番。こっちの方が若干色が薄いね。どっちもかっこいいけど、ちょっと古びたような、古びたっていうか、古びたっていいかな。いいよ。古びたようななんか風合いだから汚れが気にならないかな。掃除が楽そうだよね。それめっちゃ大事。玄関タイルって意外と汚れが気になるからね。じゃあどう、白いタイルはどう、汚れが目立つから使わない方がいいのかな。いやいや、白いタイルも捨てがたいよね。だって白は清潔感があるし、白が好きな人って多いでしょ。だから白の床タイルも選び方が大事だよ。なるほどね。8位はシエナの D11 で、この白系なんだけどさ、真っ白っていうわけじゃなくって、こう天然石の雰囲気を出すためにこう筋模様があるんだよね。こういう模様があったりすると汚れが気にならなくていいよね。白系の床タイルにしたい人は少し模様があるタイルを選ぶのがおすすめです。そうだね、真っ白じゃなくてオフホワイトとかちょっとベージュっぽい色とかにするのもいいかもね。そう考えたらシエナ11なんてすっごくいいじゃん。そうだね、だから8位なんじゃない。次7位はマディソンの82番です。82番です。あ、6位もマディソン。そうですね、続いて6位もマディソンの88番です。こっち88番。マディソンは癖のない万人受けするタイルって印象だね。この表面がちょっとキラってしてるのが伝わるかな。キラって、これもキラって、こっちもちょっとね、キラッとしてるんだけど、ちょっと伝わるかな。そうそう、マディソンは色幅がね少なくって、使いやすいタイルだね。そうだね、価格もリーズナブルだし色の展開も豊富だもんね。マディソン選んでおけば間違いないって感じ。そうだね。色もたくさんあるけど
どういう色を選んだらお家に合うのかな。玄関タイルは内装の雰囲気より外壁の色に合うものを選ぶのがポイントなんだって。ああ、なるほどね。外壁や外光の一体感が大事なんだね。そうそう、マディさんは色幅も少ないしシンプルな床タイルだから合わせやすくていいね。いいね。はい、じゃあ5位はパニーノの27です。パニーノ少し筋模様があるタイルだね。筋だね、筋の模様があるね、うん、ちょっと表面が波打ってるんだけど伝わるかな。伝わる？あ、伝わるかな。石みたいな筋模様があるけどどれも自然な感じだね。そうだね、ナチュラルでこれも合わせやすいし品があるよね。パニーノもカラーが豊富だし使いやすい床タイルだね、うん、使いやすいよ。4位はペルニの21番です。おお、ペルニは天然石の風合いを再現したタイルなだけあって何色か混ざったような独特な表情をしてるよね。高級感があるね、うん、色幅も色ムラもあるから雰囲気出るね。これは筋模様っていうわけじゃなくって、うん、なんていうのかな、ちょっともやっとしたような天然石の、うん、天然石の柄を表現してだからパニーノ、パニーノ、そう、パニーノはこう筋でこう入ってたんだけど、これは筋っていうわけではないんだよね。模様だね、こういう、うん、模様だね、うんうん、表面も波打っててそれが一番伝わるんじゃないかな。そうだね、高級感もあるし、うんうん、味わいもあるタイルだね。だね、この白い白系もすごいおすすめだよね。色が混ざってるから、ね、これすごいおしゃれだと思う。そう、おしゃれ、そうそう、ほんと汚れが分かりに、なんていうのかな、汚れが目立ちにくい白系の中ではね、うんうん、すごいいいと思う。いいと思います。はい、じゃあ3位はスラリの31番です。おお、これは柔らかい雰囲気のタイルだね。筋模様がさっきのシエナと比べても細かくってすごくシンプルだね、うんうん、そうだね、こっちがシエナ、うん、シエナで、うん、こっちがスラリね、すごくなんか色幅もなくないし色ムラもないから癖がなくてどんな場所でも使えそうだね。そうだね、この色もベージュっぽくて優しい感じでいいね。さあ、はい、さあ第2位です。はい、第2位はマディソンの87番。イエーイさっきもマディソン出てきたよね、うんうん、6位と7位で出てきたけど87番が全体の第2位でめちゃくちゃ人気あります。これは確かにおしゃれかもしれない、うんうん、なんかちょっと何色、グレー、そうだね、黒だ、黒、黒よりは黒を見せてみようか。さっきのこれが、7位の82番で黒なんだけど、それよりちょっと茶色っぽくもあるしグレーっぽくもあるのかな、うん、これめっちゃおしゃれじゃない、うん、めっちゃおしゃれ、なんかいい感じ、すごく、そうそうそう、ちょっとなんかムラがあるし、ね、そうだね、これもちょっとキラッとしてんのかな、キラッとしてる、ね、マディソンの特徴、このキラキラ、表面がちょっとキラキラしてるね、うんうんうん、ほとんどもう真っ黒って感じで、これもかっこいいけど、うんうん、これはなんかおしゃれだよね。おしゃれだね、うん、確かに、さすが2位です、うん、これは本当によく売れてますはい、はい、
はい、では、はい、1位に輝いた商品は、はい、じゃーん、テルミの25番です。おー、これは本当に人気があるよね、うん、特にこの本当25番が高級感がすごいある、うん、あって、うんうん、大人気です。そうだね、本当に波打ってる、うん、表面が波打ってるのが伝わりますか。本当の石みたいな感じで、うんうん、すごく本当に表情が豊かだよね。そうそう、これもさっき4位で出てきたんだけど、これがね21番でしょ、うん、やっぱ両方ともなんか味があるっていうか、うん、いいね、いいよね、うんうん、さすが、なんか一色で平坦な色じゃないから、うん、すごく素敵です。素敵、これね、広いさ範囲に貼ってあったらかっこいいよね。うん、かっこいいと思う。絶対かっこいいと思う。すごい高級っぽいお家に見える。うんうん。というわけで1位はペルミの25番になりました。イエーイ、ペルミです。皆さんよろしくお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。うん、やっぱり、うん、そう、黒いタイルと白いタイルが人気だったんだけど、うん、その中でもやっぱり筋模様があるタイルだったり、うん、まあ、真っ黒に近いようなものだったりで、よく見るとちょっとずつ特徴が違うので、うんうん、なんかそういうのを少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。うんうん、個人的にはこの茶色も可愛いなって思います。黒も白もいいけど茶色可愛いね。ねえ、なんかベージュ系のお家とかにも合いそうだしさ、うんうんうん、ちょっとレンガ調なところ、うん、お家とかでも合うかもしれない。ねえ、かっこいいお家は黒でもいいし、うんうん、ちょっと可愛らしいお家はベージュとかブラウンも可愛いんじゃないかなと思います。そう、ね、家作りの参考に なれれば嬉しいです。うん、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。